Hello, this is Hiroshihaya Shi, h a m m a City, Japan.The Statue of Liberty is a man or Dionysos. 日本人が自由の女神と呼んでいるあの像はリオニソス、つまり男でした。さらなる追加証拠が出てきましたので、先に紹介します。これはローマンコピーのリオニソスです。 バッカスとも呼ばれていましたこのリオニソス像を反転して自由の像と比べてみます。右が皆さんご存知の自由の、まあ、女神像ですね。この腕の衣、そしてここに髪の毛があります。注意してください。両側に垂れているのは髪の毛です。そして 頭にですね、6個のブドウの飾りをつけているように見えます。で、別の写真で見ますとですね、えー、7個にも見えるんですね。ですから、自由の像はですね、これをもじって7本の光線にしたと考えられます。そして、一番のポイント、胸なんですね。この胸、向かって左側の胸、膨らんでますね。 これでもこの自由の像が女性でないということが証明できました。右も膨らんでますね。そしてお腹がやや出ています。そして寸胴の太い、まあ、体、太い首、太い腕、えー。自由の女神と呼んでいるあの像は男です。皆さん、これからもう自由の女神像なんて呼ぶのはやめましょうね。自由の像です。自由の像です。自由の像です。 10回反復してみてください。ということで、続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o This is Melodyu and Hiroshihayashi, Japan. A man or woman.、A、mystery of Madonna's friend. 男なのか女なのか。マリアの友達の謎。 これから紹介する絵は全部ダヴィンチの描いた絵です。その中の一枚がこの絵なんですね。で、これは見方によっては大変危ない絵ということになります。左のがマ,マドンナですけども、じゃあ右にいるのは誰かということなんですけども、男でしょうか、女でしょうか。まあ皆さんは多分女性だというふうに思われますよね。私もずっとそう思っていました。で、これは 本当に女性ななのかという疑問なんですで。この2人をよく見ますと、ですね、マドナの両足がですね、その右の人の膝の上に乗っていますね。ここで密着しています。まずいですね。でもう一つ考えられるのは、向かって右側の人の足がですね、ぐーっとこっちに来ていることも考えられますけども、これはちょっと無理があるんですよね。 まあ、この4本の足があるわけですけども、どういうふうに、まあ、絡み合ってるといいますか、乗せ合ってるかっていうのは、まあ、ちょっと問題があ,るありますよね。まあ、仮に、マリアの、マリアと男性でいればま,まずいですし、女性どうしてもまずいんじゃないでしょうか。分か私にはわかりません。で、似たような顔を探してみますと、まあ、同じような絵を使い回してるなっていう感じはしますね。 ちょっと右の方は違ったかなってんで、この人とよく似てるんですよね。まあ似てるというか、まあ、しかし顔がちょっと違うってな感じなんですよね。で、見た感じ男なんのか女なのかわかりませんけども、ミリルさんがこんな絵を届けてくださいました。で、この人とは大変よく似てるんですよね。で、これはどうなるかっていうんですけども、鼻もよく似てますね。小鼻、向かって左側の小鼻、と目もね、大きく。 頬骨が出てるところ、口がこうぐっと下へ曲がってるところですね、まあ見るあの。絵描いてる角度が違いますから、あの左の方はやや下向いてますからね。まあ、そうでも顔というのは少しぐらい傾きが変わっても同じか違うかということはよくわかるわけですよね。でも、まあ、この人は、まあ、見るからに女性なんですよね。ということになりますと、マドンナの向かって右側にいる、えー、人はですね女性ということになるわけですけども、まあ胸があるんですね、ちゃんと。 ですから、まあ、マドンナが女性の人とまあ足を絡み合って、まあ、絡み合ってと言いますかね、乗せ合って、まあ、戯れていると。そうした絵であれば、それでもやっぱりちょっと問題は問題じゃないでしょうかね。わかりません。私には西洋の人の考え方がね日本の。日本ではこうしたその光景っていうのは、皆さん見たことありますあのまあ、そういった方向の、 ある方向性のある人なら別でしょうけども、しかしね、この絵はそのまま見ますとですから、マドンナが右の人の膝の上に足やお尻を乗せてですね、まあ何かしら親しげに話しているという感じがしますね。はい。どう考えてもそういうふうにしか見えませんね。まあ、仮に、まあ先ほど言いましたように右の人の足だとするならば、いいとこもいいとこも悪いとこも、そういうことを問題にしているわけじゃないですよ。私は、まあなんて言いますか。 性道徳上の問題としてまあ考えているわけですね。で、右の人は誰かですけども、もう一度、ミレリュウさんが送ってくださった写真を見てみたいんですけども、これはまあ右の人はどう見ても女性ですから、まあ、またこの右にいる人はこの女性と大変よく似てるということになるわけですね。しかし、この人は女性ではないんですね。男なのか女なのか、それが問題だということになるわけです,ですけども、胸もあります。 しかし、この人は間違いなく男性なんですね。で、まあ、こういう男性なんですね。まあ、こうした絵もダヴィンチは書き残しているわけです。ですから、まあ、ちょっと私の考えすぎかもしれませんけども、あミリリュウさんから送っていただきました絵を見てですね、ひょっとしたら、向かって右の人は男であるっていうふうに、まあ、ちょっと考えたわけですけども、なぜこういうふうに迷うかというのは、続くビデオを見てくださるとわかりますが、男とも女ともわからないのが、 あの時代の絵なんですね。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you.Hello, this is Mele Liu and Hiroshi Hashi y a Japan.Venus d e Miller is a man.A m a n ミロのヴィーナスは男だった。男だった。皆さん、常識を変えてみませんか Will you change your common sense? かつてあのアルバート・アインシュタインはこう書き残しています。常識などというものはその人が18歳の時までに持った偏見の塊である。皆さんは偏見の塊なんですね。この人は女性ではありません。女性に見えますかこの人は男なんです。 顔をよく見てください。顔をよくく見てください。この人は男なんです。それでは、ミロのヴィーナスの謎に迫ります。Thank you very much and see you. Bye for n o w h e l l o This is Miri Liu and Hiroshihayashi, Japan.Venus D. e m i l r o r is a man.Mystery of a small scratch. ミロのヴィーナスは男だった。小さな傷の謎。ミロのヴィーナス対ハーマフロディティス。これは皆さんご存知のミロのヴィーナスですね。そしてベルガマで発掘されたこれがハーマフロディティスです。この両者は比べてみますとわかりますように 同じなんですね。まあ、髪の毛は同じように2世で作ってありますけども、髪の毛のパターンだけは違います。これはギリシャ彫刻の特徴であり、同時にこれらの像がですね、3D、いわゆるスカルプティングテクノロジー、コンピューターテクノロジーによって作られたという証拠にもなるわけです。まあ、ともかくも形、いわゆるコンセプトは同じだということです。そのつど、まあ、ややね、あの角度が違いますから、あの ちょっとこう、正確には、といますか、わからない部分もあるかもしれませんけども、しかし、十分これでわかると思います。乳首の様子ですね。ビロビランのビルナスに向かって右側の乳首は、あの、破壊されてますね。で、腰のライン。というようなところを見ていくわけですね。で、皆さん自身で、えー、確認していただきたいと思います。もう一度この後続くビデオの中であのもう少しゆっくり精査します。ここの部分なんですね、問題は。 同じところの同じような傷があり、左の方は修復した跡がありますね。左の方は修復してありますよ。そして、こう、位置を、まあ、調べてみますと、この傷の位置が同じなんですね。で、まあ、あの、同じところに同じような傷があるということです。これは不思議ですね。そのへそ、おへその向かって右側、これはちょっと怪しい傷ですけども、そのもう少し一番右にある傷は、これはやはり、あの、同じところに同じような傷があると見ていい傷なんですね。 ということで、続くビデオをご覧いただきますと、さらに詳しく分かっていただきます。これがトルコのベルガマです。そして、このベルガマで発掘されたヘマフロディティスは女性ではありません。ついているものがついています。 少なくとも、えぇ、ーまあ、両性具有という言葉がありますけども、このヘルマクロフロディティスについて言えば、アフロティティとヘルメイスの、えー、息子ですから、息子として生まれて途中で女性化したという意味で、このミルノ・ビーナスは、えー、以上の理由で男だったということになりますね。では続くビデオどうかお楽しみに見ください。Thank you very much for watching. Bye! Hermaphroditus in Istanbul. This is the sculpture or statue. And he is a man. Just just make sure by yourself he is a man. And these facts were found by Milileu. Venus de Miro is on your right side and another statue is on your left side just just compare them with your own eyes thank you very much Hello, this is Hiroshima City Japan. I say in this footage, all a man. Again, I say here, all a man. みなさん、こんにちは。みんな男でしたという話です。その総集編です。ミリリュウさんがですね、トルコのイスタンブールの美術館だと思いますけども、こんな像を見つけてくださいました。顔、胸、 それぞれを交互に比較してみてください。皆さんは、まあ、多少ポーズが違いますけども、これら二つの像がですね、同じ像であることにお気づきになると思います。が、しかし、右の像は女性ではありません。ついているものがついています。ただ折れてますけどもね。という話なんですね。 で、ミケランジェロがシステーナの礼拝堂の天井に書いたこの女性も男です。この方も男です。そしてこの方も男です。そして新たにこの方も男です。という話を続くビデオの中で紹介します。どうかご覧ください。なお、 ミロのヴィーナスにつきましては、21分00秒後から始まります。Thank you very much for watching, and bye for now. Hello, this is Keiko Kato in France, and Hiroshi Hayashi in Japan. The statue of liberty in USA is a man. He is Bacchus or Dionysos. 自由の女神は男であった。えー、フランスアジオのワインの研究家として知られている加藤恵子さんから新しい情報が届きました。これは先日加藤さんからいただきました本です。レバノンの美術館でですね、 というよううよな像を見つけられたそうです、す。その情報を送っていただきました。これがバッカス、すなわちギリシャ名でリオニソースです。このバッカスの像を見てくださると分かりますように、胸が大きいですね。加藤恵子さんは、顔は男で体は女性だというふうに表現しておられます。まあそういうふうに思われても仕方のない。 体で、すねで。この胸が大きいというところに注意してください。これが、まあ、自由の女神は男であったという、まあ、一つの重要なキーポイントになります。これはディオニソス、ギリシャ彫刻のディオニソスです。胸が大きいですね。そして、これは森本聡さんが送ってくださった、やはりディオニソスの 彫刻ですけども、胸が大きいです。すなわちですね、私たちは自由の女神を見て、胸がやや膨らんでるから女性というように、短絡的に結びつけてしまったわけですね。そしてさらにそれから話が発展して、フランス革命に活躍したマリアーヌであるという間違ったといいますか、歴史観を作ってしまったわけであります。自由の女神は バッカス、ディオニソス、すなわち男でした。そしてこの胸の膨らみを皆さんもう一度ご確認ください。一番右が自由の女神といわれている像です。誰も世界中でこれを女神なんては言ってないんですよ。英語でも The Statue of Liberty なんですよ。こうした常識がまあ日本人の持っているですね 歴史観というものを狂わせているということです。まあ厳しいこと言いましたけどもそうしたこ、まあ、いますか。か非常識な常識がこの日本には蔓延しているということです。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello! This is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan. In Japanese, 自由の女神は男だった。Part 2. えー、森本聡さんがですねもう1枚のディ,オニソスディオニソス、つまりバッカスの写真を、えー、拾ってくださいました送ってくださいました。でこのなぜバッカスの写真が重要かというと、ですねこれからあ述べます自由の女神は男だったという、まあ、そのそれを証明するためにですね大変重要な証拠となるからです。で、まあまあ、最初にまずの 次のビデオで見せます。これがディオニソスの像ですね。体つきをよく見てください。このバッカスの特徴はですね、胸が大きいということなんです。そして、この人は女性ではありませんよ。ちゃんとついてますから。これをしっかりと頭に入れておいてくださいね。そして、森本さんがもう一枚見つけてくださいました。このバッカス像もそうなんですね。手にブドウ酒を持っているのが特徴です。で、これが、まあ、やっぱり胸が大きいですね。そして、これがついているから、 胸が大きいいからといってもこの方は男性ですさあこの2つを比べてみてください。これから話します自由の女神は男であったという物語の中でとても重要なキーワードとキーワードといいますか証拠になりますからよく見ておいてくださいね。この胸です。両方の胸、まあ、あの両方っていうかあの バッカスの目は,胸は大きかったということなんですね。このことを頭に入れながら次のビデオを見てくださいますと、えー、自由の女神は男だったということがわかっていただきます。Hello, this is Hiroshihayashi, Hamamas City, Japan.Mystery of Statue of Liberty.Zoroastrianism and Freemason.In Japanese, 自由の女神は男だった。 ゾロアスター教とフリーメイソンをつなぐ謎の点と線今日は大変重要な話をいたします暁様よりですねこのような情報をいただきました自由の女神は本当に女神なのでしょうかという問いかけですねこれには驚きましたそしてどう見ても男だというわけですそしてその顔はリオニュソスの顔だというわけですね 日本でではバッカスでよく知られておりますそしてこの、えーまあ、7の数字今度これからこの数字を精査してみたいと思いますが今日は、まあ、あのさておき私のまあ謎解きを話しますで7が非常に重要な数字であるということをまあ話しておられますそしてですねこの10、えー、の女神には非常にこうまあ何て言いますか巧みな数字が隠されているというのですね まあそれについても今回は課題させていただきますが問題はその次なんですねこの自由の女神は3人のフリーメンソンによってまあフリーメンソル・リーと書いてありますによって作られたということなんですねこれには驚,いた驚くと同時に今まで私が解けなかった謎の何て言いますか パチパチパチっとこう謎が解けていきましたそして赤月さんはですね一番の写真を送ってくださいました左が、えー、今言ったようにバッカス右が自由の女神像ですそして自由の女神像の足には鎖が巻いてあります私はこの鎖を知りませんでした大変貴重まあ自由の女神はですね片足を鎖に縛られてるんですねでこれが男なのか女の女なのかという問題なんです 皆さんご自身では判断してください自由の女神像の写真を、えー、集めてみましたなんとなく胸が膨らんでるから女性っぽいですねしかしまあ暁さんがおっしゃるにはたくましい腕そして、まあ、太い首なんかもそうでしょうね、えー、がっしりとした体つきこれを見てまあ暁さんは男性だっておっしゃるわけです。 で、気になるのはこの胸の膨らみなんですね。これは女性の膨らみじゃないのかということになるんです。ここでも胸,胸の膨らみが見られますね。で、ここまで見ると皆さんはですね、やっぱり自由,自由の女神は女神だというふうにおっしゃるかもしれません。ちょっと待ってくださいね、それには。で、自由の女神というのはですね、まあ、赤月さんがおっしゃるには、この顔はリオニソスの顔だというわけです。リオニソスは、まあ、 ゼウ,スのゼウスのね、まあ、福神。バッカスとも言われます。これがディオニ,ィオ,ニオス、ディオニスソス像です。バッカスですね。ギリシャ彫刻です。胸を見てください。で、バッカス、ディオニウソスというのはですね、ゼウスまたはディオスは本来ギリシャ語で神を意味すると。これ神なんですね。ゼウスまたはディオソス、ディオソス、ディオスというのはもともと神だというわけです。で、この胸を見てください。 正確にというかあの、まあ、どういう偶然の位置とは言えないほど胸が大きいですねつまりこれに衣をかけたのがアメリカの自由の女神像ということになるわけですねもちろんあれがついてますからこれをこの人は女性ではありませんさあこの2つを比べてみてください胸を見てくださいねこの像に 着着物を着せた、誰が着せて誰がどのように像を作ったかという問題も残るんですよ皆さんさあ今度は顔を比較してみましょう私の資料で顔を比較してみます驚くべきことはですね目目皆さんご自身で判断してください口だけじゃないんですね皆さん髪の毛を見てください 左も自由の女神像もこれ髪の毛なんですよ。このように髪の毛を垂らしてるんですね。これには驚きました。髪の毛なんです。このここまで一致する像は他にありませんね。すなわち彼はリオニソスなんです。女性ではなく男性なんですね。赤月さんがおっしゃるようにこれはバッカス。まさしく男なわけです。自由の女神というのは 男なんですね女神って日本では言いますが世界中の誰もこれを女神とは言ってないんです。スタチュー・オブ・リバティとは言います。しかしどこにもガデスとは書いてないんですよ、皆さん。誰が女神と言い出したんでしょうかおそらく日本人でしょうね。まあ、なんて言いますか、胸が膨らんでいるというまあ単純な発想だけで、女神像に仕立ててしまったわけであります。 まさに歴史の間違いですね。そして顔を見てください。この顔を見て皆さんは女性だと思いますかたくましい腕。これは赤月さんがおっしゃっておられます。この目つき、彫りの深い目、しっかりとした顎、まさに男の顔ですね。じゃあなぜこの像がですね 女性の服を着ているかですけどもこの服は別にあの、まあ、少ないですけどもギリシャ彫刻では珍しくありません左の像はギリシャ彫刻です似たような衣服を着ているのもあるんですほとんどが裸ですけどねこのギリシャ彫刻も大変よく似た着物を着ています衣服を着ていますですから衣服だけでは分かりませんで赤月さんがおっしゃるにはこれらのこれらといいますか自由の断像を作った人はですね フリメーメイソンだと言うんですね。女神。女神の反対はオガミ像ですか。自由のガ神像を作ったのは、自由のガ神像っていうのもおかしい話ですけどもね。そういう方が正確ですね。あるいは自由、女神像は間違いですね。で、これがジュアのギリシャの神々です。で、この神々の上に実は、 ミトラ教があるんですねミトラ教いわゆるギリシャ神話というのはミト,ミトラ教の神々を行ったわけでありますそしてその上にゾラスター教があるんですそしてこのギリシャ神話の神々の下に今を説明しましたようにフリーメイソンとつながっていくんですよこの流れですなあちフリーメイソンというのはゾラスター教からあ、ね、あのミトラ教そしてギリシャ神話そしてつながってきているわけです フリーメイソンはアメリカの1ドル札,ドル札の裏にも書かれていますさあこれがフリーメイソンゾラスター教だという証拠になるんです皆さん分かりますか赤月さんがおっしゃるように松明を焚いているんです火を燃やしているんですなぜこんなところに火を燃やしているかなんですね実はハイカ教と言われているゾラスター教のシンボルなんですゾラスター教では火を焚きながら そしてまあ信仰を続けていらっしゃるわけですねゾラスター教ですまあ皆さん今ご覧になっているのはゾラスター教の儀式です真ん中の赤い日を見てください実は私たち自身もこのゾラスター教を信仰してるんですよあなたも私も 全世界の人がこのゾラスター教を信仰してるんですよこれがその証拠ですあなたもゾラスター教のメンバーなんです何の日だかわかりますかこれはそうなんですオリンピックの成果なんですオリンピックはギリシャで始まりましたギリシャ神話のギリシャですそしてそれがオリンピックのまあシンボルになっているんですね 配下教のイカ教がこういう形、ゾラスタリズムが、ですねゾラスター教がこういう形で今,の今,、ま、今に伝わっているということ、そして私たちは何も考えないで、ただの儀式として言いますけれども、これはまさにゾラスター教の儀式なんですね。ナチ・ザラス・ストラの私たちは子孫だということになるわけです。 まあ、この今日の物語の終わりにですね私が発見した7の数字、暁、えー、さんは7という数字に非常に断っておられますけどもそして、この冠も7なんですね。3、4、ゾラスター教では7にこだわっています。弟子も7人なんですね。そして次の続く6人の弟子の中にミトラがいるわけです、まあ、7弟子が7人いるわけです。 と7という数数字字はとても重要な数字なんですね特に古代バビロニア人にとっては重要な意味,だ意味を持っていたんです。もちろん彼らはエイリアンです。その証拠をこれからお見せいたします。古代バビロニア人たちはエイリアンによって指導されておりました。その証拠をこれからお見せします。一番左が太陽です。水、金、地、火、木、土と続きますね。 もいますよ水、金、地、火・木、土。それを並べてみました。左から日、水、金、地、火・木、土と並べてみました。いいですか皆さん、よくご覧ください。さあ、水曜日をここに置きます。あ水星ですね。一つ飛,飛んで金星を置きます。そして地球を置きます。今度は火星を置きます。そして一つ飛んで木星を置きます。 そして一飛んで金星を置きます。中央に太陽を置きます。もっと大きく、太陽をもっと大きくしてよかったんですけども、太陽を置きます。大きい外の円が太陽の円ですね。そしてこれをまた順に並べ直しています。日、月、月、地球は月ですね。か、月はあの地球です。か、水、木。 金土、こうして今私たちが使っているカレンダーができたのです。これは私が発見いたしました。そして中央に現れるのが言うまでもなくダビデの星なんです。このダビデの星、よくご覧ください。三角形がそれぞれ一つ飛びにつながってますね。すなわち、このことを知っていたのは誰かということなんです。 水金千万ぐっと太陽の周りを回る惑星の位置関係をしていたのは人間ではありませんその当時の人間に知る由もないんですエイリアンですエイリアンが私たち人間を太古のバビロニアの時代からゾラスター教その時代から私たち人間を指導していたということになりますね赤月さんどうもありがとうございました大変なヒントになりましてまた深く世界の謎を解くことができました最後にもう一言 誰がこれを自由の女神と言ったのでしょうかどうして女ということになったんでしょうか日本世界中でこれ,がこれを女神と言ってるのは日本人だけです Thank you very much for watching and see you again next time bye、えー、追記版ですけども最初にバッカス2つの像のバッカスを見ていただきましたディオニソスですね,ディオニソスですね で胸が両方とも同じで顔はやや違いますけども、ボディライン、ボディは全く同じです。す,すなわち、これもあのギリシャ彫刻がですね、3D フォトグラフ、テクノロジーによって作られたという証拠の一つになるわけですけども、謎はまだ続きます。いいですか、皆さん。自由の女神像はギリシャ彫刻を元にして作ったということは、これで分かりますよね。ところが、ここでまた謎が生まれてくるんです。 じゃあ自由の女神像いわゆるその女神じゃないんですけどもねニューヨークにある自由の女神像は誰が作ったかという問題なんですよ。 かかりますかというのは、ですねこの2つの像はですねまああのおそらくあの1つはあの森本さんのあの検証によればずっとほかどこかに保管されていたということですから初めにこの自由の女神像ができたときにはですねあのまあ、見られるところにあったよあったと思うんですね、それはそれなんです。だったらなぜこれほどまでにですね類似して酷似した像がですね 全く大きさの違う像ができたかということになってくるんですよね。爆発音はおそらく2メートルから3メートルの範囲だと思います。詳しい資料はありません。しかし、自由の女神像はあの頭の、ね、缶の中にまで人が入れるほど大きいわけです。そうしますと、自由の女,女神像はどういう誰がどういう方法で作ったかという謎も生まれてくるわけであります。皆さんもこの謎を ちょっと心の中に止めとおいてくださいというのはこの謎の向こうに巨大なダイナオ、ナテまガスそこ知れぬントヨノスカ、オーキナナゾナ、カクセルテいエルトヨコトニナリ Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hallo! This is Miradyu, Atago, and Hiroshayashi, j a p a n v i e n n s i m i r o is a man. I say here again, Venus de Milo is a man. 誰が、ミロのヴィーナスは、女性だと言ったのか。誰が、ミロのヴィーナスは、女性だと言ったのか。誰が、 ミロのヴィーナスは女性だと言ったのかこの顔を心を開いてよく見てくださいこれは女性の顔でしょうかこれは女性の顔でしょうか メリルウさんがトルコのイスタンブールにこんな像を見つけられました。これはアフロディティ、つまりヴィーナスの息子のヘルマフリディートスの彫像です。よく比較してください。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much。Hello. This is Millieu and Hiroshi Hayashi. Venus, General Organ. Who is Venus Miller? The important thing is not to stop questioning, as Albert Einstein said. todokimashita. ミロのヴィーナスがですね、トルコにある像と似ているから調べてほしいということなんですね。これがアフロディティです。私たちがヴィーナスと呼んでいる女性です。まあ、何体か残っているんですけども、これがヴィーナスの息子のハーマフォロディティスと言う人ですね。 ヴィーナスと、いわゆるアフロディティと、ヘルメスの間に生まれた子供と言われています。アフロディティの息子はですね。まあ、女性化し。良性、良性を持つようになったわけであります。 ファハーハマ・プロディティスの,ィィスのあ像もたくさん残っています。が、その中でも特にこの右側の像に注目してください。メリリウさんはこの像がですね、ミロのヴィーナスに酷似していると言われます。そうしますと、ミロのヴィーナスというのは一体誰なのかということになるんですよね、その前に。これはアフロディティです。 一番右がミロのヴィーナスですね。まあ明らかに体のラインもそれから顔も違いますね。アフロディティは腰が細いですね。くびれています。ヴィーナスはやや小太りという感じがしますね。3D フォトグラフテクノロジーで作られてますから、このようにきちんとまあなってますか、それぞれの特徴を表現することができるんですよね。で、 ミロのヴィーナスは明らかに顔も、それから顔の、まあ、なんて言いますか、プロポーションも他のアフロディティとは違います。もう一度比べてみてください。似てるかなっていうところもありますけども、違いますね。似せては作ってあります。となると、この私たちがミロのヴィーナスと呼んでるこの女性は誰かということになります。 アフロディティと似ていますけども、しかし違う。ということですよね。で、このメロンのヴィーナスはですね、3D プリンティングテクノロジーによって作られています。その証拠をこれからお見せしますが、これは東京国立博物,博物館にあるスタンディングブーダーですね、釈迦流像です。東洋館に今でも飾ってあると思います。これが元の横顔です。 それを横横だけ、に伸ばしてみます。そして、そこに、えー、アフロディティのあーごめんなさいミロのヴィーナスの顔を合わせてみますとほぼ一致するんですね。なあちこの両者はコンピューターによって作られているなどと言いますと中にはバカなこと言うなというふうに言われる方もいらっしゃるかもしれませんがちょっとお待ちくださいね。 そう判断するのはちょっとお待ちください。まあこのようにプロポーションが同じというだけではないのです。実はこのミロノ・ヴィーナスとシャカ・リュウゾはですね、髪の毛のパターンが同じなのです。あの、ランダムに乱数がかけてありますから、髪の毛が太くなったり細くなったりという違いはあります。しかし、髪の毛のパターンは同じです。まあそのことは何度も、えー、精査してきましたので、ここではまあ簡単にですね、 あの、早送りで皆さんにお見せいたします。確認なされたい方はその都度ビデオをポーズして調べてみてください。まずあの翌、よく大変よく似てる部分をこうして選んで、そしてその中から基準線を選びます。そしてその基準線を元にして、上下左右に、あの、調べていきます。線は細くなったり太くなったりしてますから、 あたまあ、例えばビーナスの太い線がリューズの方では細くなっていたりしますからそのあたりの照合には最新の注意が必要です。こうして一本一本精査しますとわ、まあ、かりやすく言えば髪の毛の数は全く同じだということですね形も同じだということです。太さはそれぞれ違います。 そしてですね、髪の毛のウェーブの数も5本ずつで同じなのです。こういうとこ,とところからですね、ミロのヴィーナスと釈迦竜像は同じデータベースを使って作られたということがわかります。しかし、大きさはちょうど2倍違うんですよ。台を除けばですよ。ジャスト2倍ですよ。じゃあ、ミロのヴィーナスはどうか、誰なのか、もう一度尋ねてみます。これは誰なんでしょうか アフロディティでしょこう、消化っていうことになるわけですね。私たちがヴィーナスと、まあ簡単に言ってますけども。しかし、まあミリリブさんがおっしゃるには、トルコで見つかったハーマフロディスチュスですね。いわゆるこれがアフロディティの息子になるわけですけども、同じだというわけです。似てるというわけですね。確かに体は同じですね。あの男性器を除いて大変よく似てることは事実です。順に目で追っかけてみてください。 筋肉の作り方、盛り上がり方。ただ残念なのは右の像はですね、精,精密な写真が手に入りませんでしたので、まあ、これからあの手分けして探します。このくびれの様子ですね、これはあの特徴があるんですよ。そしてこのボディラインですけども、まあ、腰をですね、あのなんて言いますか、上げてる。っていうところですよね。腰っていうか、向かって右側の足を上げてるってことですよね。 ま、このように布がですね、あの、衣というか布がですね、腰から下にかけてやると。それで右の方は、ヴィーナスよりもやや下、ややとか下に下がってますね。ですから、正規が丸出しになってしまったわけです。となると結論はですね、こういうことなんですよね。もう一度皆さん、あの、ミロのヴィーナスを見てください。これは、今ご覧になったように、ガンダーラ、それから、 まあいわゆるギリシャですね。間数千キロ離れて同じものができているってことなんです。すなわじ人間が作ったものではないということですよね。その上で、このヴィーナスをもう一度見直してみます。特にここでは、まあ、腰にかかってるって言いますかね。足にかかってる布に注目してみてください。全部同じコンセプトで作られているのがわかります。 このように布がですね、半掛けになって、えー、下に垂れてるっていうのは、ギリシャ彫刻の中でもそんなにないんですよ。そしてそれらがですね、ちょうど、いわゆるアフロディティの息子、アフロディティ、いわゆるそのミロのヴィーナスとですね、アフロディティの息子と言われている像と一致するわけです。となると、ここでまた前の、まあ、何だろう、論理ですよね。 右二三,三つがですよ。まあ、ペニスがあると。となると、左二つにペニスがないと、どうして言えるでしょうか一番右は明らかに、明らかにそういうものですね。眩しいほどにそういうものですね。A person who never made a mistake never tried anything new. Imagination is more important than knowledge. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. The important thing is not to stop questioning. Thank you very much, Midiryu san and Atago san. Bye. 続く1141号をそのまま見ていただきます。えー、この1141号を、まあ、作った時にですね、私は自分で致命的な間違いを犯したと思いました。つまり、ヘルマフリディトスがですね、アフロディティ、私たちがヴィーナスと呼んでいる女性のですね、息子である。 ということと、そしてミロのヴィーナスを混同してしまったわけです。が、結果的に、まあ、このビデオは正しかったってことになりますので、もう一度紹介しますけども、私の論理は簡単です。つまり、私たちがミロのヴィーナスと呼んでいるあの女性はですね、実は女性ではなくて、一般に言われているアフロディティのですね、ヴィーナスの息子の ヘルマフリディトスであった。つまり男であったということです。つまり良性愚有であったというわけですね。そのことはこのヘルマフリディトスの、えー、彫像を見ていただければわかると思います。一見って言いますか。女性に見えますけども、このヘルマフリディートスはですね、まさに良性愚有胸があります。そして、 ついていいいててるものがついていますつまりこれがミロのヴィーナスの本当の姿ということになります続く1141号をそのまま紹介しますので矛盾しているように感じられる部分もあると思いますけどもどうかお楽しみください長いビデオですけどもよろしくお願いします Thank you very much for watching and see you again next time bye 日本、uh, uh, or のヴィーナスにはペニスがあった。信じるか信じないかはあなたのご自由ですけどもこのビデオを見ればあなたも信じるようになるでしょう。 という話です。まずその前に、二人のヴィーナス、アフロディティのについて簡単に説明しておきます。これがミロのヴィーナスです。皆さんご存知のミロのヴィーナスですね。紀元前130年頃作られました。しかし、この大理石のミロのヴィーナスにはモデルがありました。というか、盗作ですね。その、このミ,ミロのヴィーナスを魚ぶることを200年前に全く同じ像が作られていました。 もともとは大石だそうですね。そして、これがその像です。並べてみると、全く同じだということに皆さんお気づきになると思います。ただし、ほんのわずかだけ時間差が置いてあります。首の上げ下げの位置、わかりますか左の方はやや上上がってますね。こちらの方はやや下へ下がっています。これが紀元前330年頃に作られた、いわゆるヴィーナス、アフロディティです。 で、王冠を同じように被っていたというのが、この髪の毛の様子からわかりますね。ほとんどというか、全く同じなんだけども、髪の毛だけは違う。これが、あの、3D プリンティングテクノロジーで作られたという証拠の一つになるんですよ。そして、ボディラインを見てください。胸の形ですね。このボディライン。このボディライン、腰のラインを見比べてみてください。 で、やや全体に動いてます。あの、違いが出てきますね。これはやはり、時間差を置いてスキャンしたという証拠になります。足が出てる、出てないの違いもあります。これもやや、その、なて言いますか、データを取るときに、少し時間差があったということを示します。で、ミリリューさんがですね、もうあと2体、ミロの、え、アフロディティの彫刻の写真を送ってくださいました。 え、トルコのイスタンブール博物館、美術館かわかりませんけども、ある二つの像です。これが一つ目の像です。一つ目の像です。同じくアフロディティですね。ミリリュさんは控えめにアフ,アフロディティとは言っておられませんけども、間違いなくアフロディティ、いわゆるヴィーナスです。ウェンスですね。そして比べてみてください。そして驚くべきことに、こちらのヴィーナスにはペニスがついています。ご自身でよくご確認ください。 こちらのヴィーナスにもペニスがついています。すなわち、このイスタンブールのですね、美術館のヴィーナスにはペニスがついているということです。そしてしかもですね、おられてますね。4社を並べてみます。ミロのヴィーナス。その200年前に作られたもう一人のヴィーナス、アフロディティ。そしてイスタンブールの美術館にある二体のアフロディティです。こちらの方は 布が下がっていて、ペニスが丸出しになっています。この4人のうち2人にはペニスがある。そして、後の2人は布で隠されている。ということはですね、後の2人にペニスがないという方が無理だということです。わかりますか論理の問題ですよ。まあ、論理学ですよね。よく考えてください。 そしてアタゴさんの理論を紹介します。アタゴさんがおっしゃるにはギリシャ彫刻は良性具有であったと。いわゆる女性はですね、皆このようなものを持っていたということです。非常に珍しい写真で、えー、昨日これを教えていただき、私は本当にひっくり返るほどびっくりしました。体は女性です。しかし、 下についているものがついてるんですね。こちらのあギリシャ彫刻もそうです。胸があります。しかし、ついてるんですよね。両性具有ですね、明らかに。というか、ギリシャ彫刻のいわゆる女神、女性というのは、いわゆるペニスを持っていたということになるわけです。一方、 こんな彫刻もあるにはあるんですね。いわゆるペニスのないギリシャ彫刻もあるわけです。で、こういう頃を見ますと、やっぱりこれは女性じゃないかと思われるかもしれませんけども、アダムさんも私も同意見ですけども、もともとはここにはペニスがあったんですね。それを削り落としてしまった。だから陰謀もないし何もない。まあ、はっきり言えばテレテレのツルツルであるということなんです。おかしいと思いませんか ギリシャ彫刻では男性のそれはですね、事実に精緻に丁寧に作ってあります。ご覧ください。陰謀もしっかりと表現してありますね。そしてペニスの先まできちんと表現してあります。ところが女性の方はですね、みんなツルツルでテレテレなんです。おかしいと思いませんかそこでアダムさんは削り落としたんじゃないかと、そのように推論を立てられました。私もそう思います。 その証拠が今日お見せしましたミリリュウさんのこのアフロディティのペニスです。こちらの二人は布をかけてますから見えません。しかしこのようにあったところでおかしくありませんよね。というのは今今日紹介しました残りの二人にはペニスがちゃんとあるんです。なあち、両性具有である。 だから、こうして布で隠したものを皆さんに、というか、誰かがですね、意図的にそういうものを見せているということになるわけです。で、ついていたのは削り落とした。しかし、トルコの方はね、ローマの力も届かなかったということになりますよね。そのことをしていたのは、実はミケランジョロではないかと思います。というのは、ミケランジョロはシステーナの礼拝堂の天井画を描きました。実に奇妙な絵で、 この円についてのビデオも作りましたので、どうかご覧ください。えー、ここに出てくる、まあ、人間はですね、男か女かさっぱりわからないんです。まさに両性偶養なんです。顔を見てください。女でしょところが下,に下の方を見てください。ついてるでしょこういう風なんです。胸はあって、胸はあって女顔。しかし、ついてるものはついてる。両性偶養なんです。 この像もそうです。顔は女顔です。ダヴィンチの眼窟の聖母子を模しています。しかし、ついてるものはついてる。ひれまでついてるんですよ、これらの像には。この人は逆に男顔なんです。洗礼を施すヨハネの顔を模しています。しかし、体を見てください。プロレスラーのような体ですね。この人たちもそうなんです。 左の人もちょろんとこう出て、ついてるものはついてるんですよ。顔は女性。しかし、体は男と。ちぐはぐなんです。いわゆる良性具有という言葉を使えば簡単に説明はつきますね。この絵もそうなんです。顔を見てください。女性でしょ。顔を見てください。男性でしょ。ところが、ね左の人はもう男性の体ですね。そして右の人には、 男顔は男ですけども、ついているものがついていないということになります。まあ、結論から言いますと、まあ、結論からでも結論ですけども、えー、ミロのヴィーナス、それからもう,もう一体ですね、その200年前にできたミロのヴィーナス、アフロディティですね。そしてトルコ・イスタンブールの美術館にあるアフロディティです。ペニスがついています。4人のうち2人がついているということは、残りの2人にはついていないとどうして言えますかだって布で隠してるからわからないんでしょ というのが結論になるわけですよね。言い換えますと、右二人にはついてる。だから左二人にはついていないとは言えない。イコール、ついてる可能性が極めて高い。イコール、メロのヴィーナスにはペニスがあるということになります。たまたま布で隠れてるから、隠してあるから見えないだけなんですね。そのことがわかりにならなければ、一番右の像をじっくりとご覧ください。楽しいですね。 ということで、えー、ミリリさんからいただきました情報、アタゴさんからいただきました情報をもとに、えー、ギリシャ彫刻の女性たちは両性具有であったということを話しました。ミロのヴィーナスにはペニスがありました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! ハロー、This is Atago and Hiroshiashi Japan.A Greek Sculpture's Androgenous Man。ギリシャ彫刻の神々は両性愚瘍であった、まあ。とんでもない情報がもたらされました。驚くべきことです。ショッキングです。そして信じ難いことです。しかし、これがもし事実だとするならば、ギリシャ彫刻の謎、 それからルネサンスの謎がすべて紹介しますまずアタグさんからもたらされた情報を皆さんに紹介しますそして何枚かの写真が添えられていましたそのうちの2枚を紹介します百聞は一見にしかずです だから、ギリシャ彫刻では、ま、いろいろ言いたいことがありますが、それはおいおい検証していきます。だから、ギリシャ彫刻では、そのことについては、おいおい、証明していきます。皆さん、じっくりとご覧ください。まさに、 両性具有ですね。が、しかし問題はルネサンスのミケランジョロがそのことを知っていた可能性があるということです。ミケランジョロです。システィーナ礼拝堂の天井側にを描きましたが、そこに出てくる男と女は全部両性具有なんですね。その一例をお見せしますと、これは美しい美女ということになっています。しかし、この人はですね、 乳首が男性のものです。そして胸がありません。本来ならこの角度であれば、つまり女性であればこのように胸が見えるはずです。そのことはこの,この続くビデオの中で説明いたします。いかがですかなぜミケランジョロはこんな絵をたくさん描いたのかってことです。ほとんどがそうです。またダビデ像についてもそうなんですね。 これはミケランジョロが彫ったとされるダビゼ像ですけども、このダビゼ像のそのものはですね、まさに役立たずの一物なのです。なぜか、なぜか、なぜか。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much。愛宕さん、ありがとうございました。すごい発見です。ひっくり返りました。ありがとうございました。 Hello, this is Satoshi Morimoto and Hiroshihaya Shi Japan.October the 14th, 2014.Man or woman?That is a question, but all a m a n 男か女か。それが問題だ。しかし、みんな男でした。という話です。まあ、日本では これらの人たちは女性ということになっています。が、みんな男でした。という話です。キャペラシティーナにはミケランジョロの書いた天井画があります。まず、それらのいくつかを皆さんに見ていただきますが、これは男でしょうか女でしょうか 女でしょうかが、この人は男なんですね。はい。ついてるものがちゃんとついています。男なんです。では次の質問。この人はどうでしょうちょっと見にくいので、大きくしてみますが、優しい顔してますね。男でしょうか 女でしょうかこの人もついてるものがちゃんとついてるんですね女性の方はじっくりとご覧ください男ですこの人はいかがでしょうか無邪気な顔をしていますね男でしょうか女でしょうかしかし この人も男なんですね。ここにちゃんとついているものがついています。では次の質問です。この人はどうでしょうか何か物を思いにふけていますね。男でしょうか女でしょうかこの人もよく見てください。少し見えますね。男なんです。 では、この人はどうでしょうかこの人はどうでしょう皆さんどう思いますか男でしょうか女でしょうか判断はつきましたか実はこの人も男なんですね。ついているものがちょろんと出てますね。はい。では、この人はどうなんでしょうかよく見てください。この人はどうでしょう皆さん。 はい、ところがこの人は残念ながらまあ裸ではありませんがしかしやや胸が出てるかなと思うんですけども腕足を見てくださいあなたの奥さんやガールフレンドはこんなふうでしょうか問題はこれからなんですこの人はどうでしょうかこれはある 週刊誌にも最近ですよ。美女として紹介されていました。ミケランジョロの書いた美女。しかしどうもおかしいですね。乳首がないんです。少し書いてありますが、これは男の乳首ですね。またこの角度であれば、ねえ、はっきり書くこともできなかったのか,かもしれませんけども、この角度であれば、胸はこのように見えるはずです。ところがダヴィンチがですね、 こんな絵を描いているんです。レプタリアンです。レプタリアンの群像ってことで20人ほど描いてますけども、その中の一人が反転しますと、これはダヴィンチの絵ですよ。レオナルド・ダヴィンチの絵です。スケッチです。右がミケランジョロのスケッチです。ミケランジョロはダヴィンチのレプタリアン像をもじってこの絵を描いたものと思われます。 そして、この背中を見てください。ヒレがありますね。ザーっとヒレがついているでしょやはりレプタリアン像を文字で書いたわけです。そして、ミケランジョラはこの絵を元にして、先の絵を描きました。これは森本聡志さんが私に教えてくださいました。大変な発見ですね。これでこの人が男だということが証明できました。もう一度、背中と、そして乳首を見てください。 Hello, this is Hiroshihaya Shi, h a m a m a s e Japan.Ladies without genital organs. 性器のない女性たち。Uh, 先日ですね、K さんという方と会って話したときにですね、K さんが私にこう聞きました。林さん、san, どうしてギリシャ彫刻の女性たちには性器がないんでしょうか 私、そういうことは考えたこともありませんし、また、そういう目で、こう、ギリシャ彫刻を見たことがありませんでしたので、大変驚きました。まあ、男についてはですね、まあ、以前調べたことがあるんですけど、これはミケランジョロの、えー、ダ,ビダビデ像ですけども、まあ、これは 3D フォトグラフテクノロジーによって作られたものですけども、やっぱり、このね、ウルネサンスの時代であるにもかかわらず、まあ、こういったものをも持ってるわけです。で、これはもうギリシャ彫刻のいわゆる闘志ですね。 あの、その、もうこれだけ屈強な体を持ってても、ここの部分だけは、先にもう一つホースを付け足したようなものを持ってらっしゃるわけです。で、じゃあ女性はどうかって言うんですけどもね、あの、どういうわけだか、その、男性に比較して、女性の、それはですね、大変荒っぽいというか、まずそれがないんですね、そういう彫刻が。で、先ほどもまあずっと探してみたんですけども、まあこれ、ギリシャ彫刻かどうかわかりませんけども、あの、 ルーブルか、えっと、これはどっかだったかなあの、博物館にあるんですけどもね。みんなこの辺がなおざわりに作ってあるわけですね。細かく作ってないんです。え男性はこう詳しく作ってるはず、あの、一方、女性の方はですね、えー、確かにないんですね。計算おっしゃったように。計算の観察が鋭いですね。<laughs> はい。ごめんなさい、計算ね。私はあの、本当にそういう目では見たことありませんので。はあ K さすが、計算。素晴らしい計算。 あお元気ですかまあ、要するにですね、これを、まあ、はい、ということなんです。これが一番露骨な、まあ、まあ、なじみですかスカ、スカープちゃんなんですけども、えー、はい。この女性たちも非正規がないですね。まあ、当然、この、まあ、いろんな、まあ、わかりません、ね。そのことやめまして、とにかくその、はい、ないんです。ということで、続くビデオを、まあ、見てくださいますとね。 あの、Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my pleasure that I can talk about a very, very, very beautiful world where only virgins live in Japanese. 童貞と少女だけの世界すばらしい世界ギリシャ彫刻の世界です Useless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  Very very useless ユーセレス Very ユーセレスこういうものでどうして女性を幸福にすることができるのでしょうか私たち日本人はですねこのように互いに愛を深めますヨーロッパ人というのは 日本人とは違うようよですね構造もも仕方も楽しみ方も違うようよですねあるいは古代ギリシャではこうしたことをしなかったというのでしょうか彼らが神,から神であるからではなくて実は彼らはヒューマノイドだったからです。 人造人,間です人造人間がセックスをするわけがないですね。女性についても同じです。乳首を見てください。まあ、はい、わかりませんが、多分男性経験のない女性だと思います。この方もそうですね。男性の怠慢ですね。この方もそうです。 体は立派な大人ですけども不幸にして私のような男性に恵まれませんでしたこの女性もそうですね不幸にして私のような男性に恵まれませんでしたこの女性もそうですね不幸にして私のような男性に恵まれませんでした

これがおかしいです、ね、子供はいるのにどうしてお母さんはですねバージン・ニップルズを持っているかということなんですね、はい。ということは考えるまでもなくこれらの像はですねエイリアンが自分たちの等身大の像をですね 3D フォートテクノロジーによって作ったからです。そのことはもう何度も証明してまいりました。 つまりですねあの、まあ、ヒューマノイドでありますから、あの当然あの性的行為といいますか、そういったセクシュアルインターコースのような行為は必要なかったんですけども、で私はですね、昨日 3D プリントフィギュアというのを展示してあるというものですから、市内のデパートへ見に行ってまいりました。そこで写真を撮らせてもらいました。まずその、この大きさに注目してください。えー、1 8分の1ということですから、約、まあ 1、ね、0ンチから1 5ンチ弱の像なんですけども今このハンマーツのこれ会社がこれを作ってるんですあのこの 3D フォトグラフテクノロジーを使った、まあ、結構あのテクノロジーを持ってるんですけどねあのここまでできるようになったんですね。で この像をですね、ま,あ、まさにこの 3D フォトグラフであ、いわゆる写真を撮るのに15分もかかるそうですけども、もっと技術改良すれば、もっと瞬間的に撮れるようになると思いますよ。ともかくもこれがですね、3D フォトグラフテクノロジーのまあ結果なんですね。まだあのよちよち歩き的なところもありますけどね、ギリシャ彫刻と比べると。しかしもうギリシャ彫刻のようなものを作るのは時間の問題ですね。 あと、まあ、あのなてますか、研究が進めば10年、あるいは15年後にはギリシャ彫刻と同じものができるようになるわけです。そうなった時にギリシャ彫刻を今まで褒め、たたえ、まあ、なんて言いますか、してきた方はですね、その歴史の中に組み込んできた方は、どのように自分を弁解するのでしょうか。大変楽しみですね。ということで、あの続く598号を見てください。 3D Photograph t e c h n で作ったという証拠をお見せいたします。Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masedi Japan.This is a very, very serious story for men.Very serious.In Japanese, 男にとって大変深刻な話をいたします。これらのギリシャ彫刻を見てください。 ユースレスですなぜユースレスかということはですね男なら知っていますもしあなたが女性ならばどうしてユースレスなのかあなたの夫か恋人に聞いてくださいユースレスです なぜギリシャ彫刻の男たちはこんなユースレスなものばかりを持っているかということなんですね。一度考えたことありますかこの男がユースレスというのはですね、大変おかしいです。不自然です。まあね、ね先がとんがって、さらにその先にホースがついているような感じですね。なぜギリシャ彫刻ではこんなものを作ったかということなんですね。 なぜならばこれを作った人がユースレスの持ち主というかこういうものを必要としなかった人たちだからです,ですねもちろんギリシャ彫刻というのは 3D フォトグラフ 3D スキャナーを使ったですね 3D フォトグラフでテクノロジーを使って作られているからです。これはもう何度も説明してまいりました。 まあ、つまりですね、3D フォトスキャナーってことは結局はまあ写真で撮ってですね、そしてそれをですね、あのまあデータベース化して、それで 3D フォトグラフでですね、掘るわけですよね。もう今,今でも,もう簡単にそれができるようになったみたいですね。で、これはチャールズ・ホールっていう人がですね、あのトール・ワイト、いわゆる彼はその、 エリア51の近くのね、インディアンスプリングズ・バリーっていうところにああの基地があるんですけど、そこであのトール・ワイトという、まあ、エイリアンと一緒にずっと仕事をしてた人なんですけども、その人がこう最近になって暴露して、まあ、してるわけですけども、その中にこんなこと書いてありますね。The most important physical aspect is that they are humanoid. 最も重要な、えー、肉体的なあの特徴はですね、彼らはヒューマノイドである。いわゆる人造人間というわけですね。 そして、彼らはおよそ800歳まで生きるんだと。400歳で一つの区切りをつけ、さらに次の400歳を生きるというわけですよね。まあ、そういったヒューマノイドだというわけです。いわゆる人造人間なんです。人造人間はセックスをしませんね。ですから、まあ、要するに、ゲリシャ彫刻というのはですね、えー、人間が人間を掘ったのではなくて、えー、当時の彼ら、私たちが神々というエイリアンがですね、 自分たちの姿、等身大の自分たちの像を作ったわけであります。すなわちヒューマノイドなんですね。じゃあ、この男はどうなんでしょうかこれはミケランジョロが掘ったデデデビダビデ像ですね。ダビデ像です。この男もまたユースレスなんです。ユースレスにする必要ないでしょう。しかもこれもし人間が掘ったら、マカランジョロが掘ったら、こんなものは作らないと思いますよ。 ま先ほどのはね、ギリシャ彫刻ですから、明らかにエイリアンが彫ったものですけども、これは一応、ミケランジェロが彫ったものということになっていますが、こんなところにこういう、なっていますか、ミスを犯した、ミスっていうかね、この大理石ですからね、後でこう、粘土細工のように、えー、エイリアンさん、これまずいよ、これじゃあ、じゃあ粘土,粘土でちょっと補正しとけや、というような簡単な問題じゃないんですよね。全くユースレスですね。これは、あの、まあ、 私も男ですから知ってますけど、小学校3年生ぐらいまでは、まあ、こんなようなものを持ってますね。しかし、4年生、5年生、思春期前夜からは急速に大きく発達していきます。じゃあ、なぜミケランジェロがこのような彫刻を彫ったかということなんですよね。いわゆるユースレスな一物を持ったダビデ像を彫ったかということなんです。それについてはですね、ダビデは神だったなんてことは後のこじつけ理由ですね。後から理由って言うんでしょうね、そういうのは。 なあち彼がこれらのダビド・デイビッド・ダビッド像を彫ったからではないからです。なあちやはりこれらの像も 3D フォトグラフテクノロジーによって作られているんです。たまたま今日で,今日ですね12月18日こんなコマーシャルが新聞出ました「びっくりそっくり世界にたった一つの自分フィギュアと」と 3D フィギュア福袋と。 そしてその何て言いますか全身を撮影し8分の1のスケールのあなたを作りますって言うんですねこれからそれを見に行ってまいりますどうか517号を見てくださいさらによりよくって言いますかより深くルネサンスの謎を知っていただくことができます 最後に、もう一度、アタグさんから送られてきた写真をご覧ください。まあ、私もギリシャ彫刻のまあ写真をですね、たくさん見てきましたけども、こんな写真を見るのは初めてです。雰囲気からしてギリシャ彫刻のものと思われますが、その確認もこれからいたします。胸があり、そしてついている。 まさにギリシャの神々は良性具有であったわけです。ですから、アタムさんがおっしゃっているように、女性は羞恥心がなく、また女性の性器は彫刻されていないわけですね。驚きました。いかがですか、皆さん。そしてこの事実はですね、なぜルネサンス期においてミケランジェラが良性具有の 人間を描き続けたかという謎解きの手間すか謎の謎を解く大きな鍵となるわけです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamase Japan.Today's story is about the mystery of peeled off skin of Venus. ヴィーナス・デ・ミロ、why not have people realize it before? This is the greatest m y s e r y In Japanese、どうしてミロのヴィー,ーナスの皮膚は剥がれ落ちたのか。物は大理石です。大理石はですね、自然の大理石はですね、が剥がれ落ちるということはあります。それはあの時と場,場所を 場所と位置を構わずですね、自然の中で割れ,る割れるようにして剥がれることはあります。しかし、一度できたこうした大理石の像のですね、皮膚が剥がれ落ちるということは考えられませんね。しかも卵のカラーをめくるかのように同じ厚さで均等に剥がれ落ちているわけです。皆さんの近くのですね、まあ大理石の像を想像してみてください。まあ緑の見えだしですけども、 まあこの肩の部分ですね。舞、え、香、ー、マ,マ,マ,マスコさんが届けてくださいました。でこれ見て,も見ていただくと分かりますように、やはりこのなてますか同じ厚さで均等に剥がれ落ちているわけですで。彫刻家の方に聞きましたら、大理石の場合はですね中に空洞があったり,したりするような場合にですね彫刻している段階でパリンと荒れるんだそうですでそれ。それはそういうことはあるんだそうですね。 あのー、しかし、皆さんもう一個考えてください。これ全体としては一つの大理石ですよ。その大理石のちょうどうまい具合にていいますかね、皮膚の部分だけが剥がれるようにして、卵の殻をめくるかのようにして、剥がれ落ちるということがありうるかどうか、もう少しこの続くビデオの中で詳しくお見せいたしますけども、マイカさんから新しい写真を送っていただきましたので、もう一個、ここで検証しています。 が、最大の謎はですね、なぜ皆さんがあれは誰でもいいです。今まで誰もこの事実に気がつかなかったのか、もっと言えばおかしいと思わなかったのかということなんですね。まあ、これは現代美術、まあ、あの、現代、あの、いわゆる天然大石を使った像を集めてみました。皆さんはこうした像のですね、皮膚の部分だけがうまい具合に、なんていうか、うまい具合にと言いますか、その、 はい。マイクアニテちょっと失礼ですけども、離れるようなことを想像できるでしょうか常識で考えていただきたいと思います。つまり、おかしいものはおかしいのです。ね。まずその原点に立ち返って、そこからその事実を見直し、その理由を考えていくということではないでしょうか ?Thank you very much for watching and see you next time.、Uh, bye!